判断1位の時でした。こちらは初登場で感動して思わず涙がポロッと。あ、全然泣いてなんかいません。痛い目にあっただけでございます。ご覧ください。7月14日パリ祭には本場パリのダンサーの華麗な踊りもありました。私の誕生日でもありましたが、11月には初めてスタジオを外へ出ました。この歓声素晴らしかったです。皆さんこんばんは、おめでとうございます。ベスト10、今夜無事に300回を迎えることができました。お客さんの前で謝るのはこんなに辛いとは思いませんでした。お詫びのしようもございます。みんな僕が悪いんです。みんな僕がいけません。申し訳ない。本当に申し訳ありません。すいません。中村明さんは今日は貴重なオフところで、私の業界の父明さんがおろおろしてらっしゃってくださいよ。どうしたんですか。はがきはどうしたんですか。はがきどうしたんですか。はがきなんはがきそうですか。私が預かっておりますよ。西側よく聞こえてます。さてヘッドホンで伴奏を聞きながらの新幹線の中での中継からいきましょう。中継名名場面。駅だ。どこだどこだどこだ。どこですか。あ、来た。カメラさんアップ、ずーっとアップ。はい。分けてる。どうだ。他のお客さんに続き来ないときに歌しかね考えてる。長崎でしたね。第1位120万円の花火を1曲の間に打ち上げました。こちらも長崎メガネ橋の上ちっちゃく釣ってるのが一木さん。まあ中継は条件の悪いときもありましてね、セットの裏はもうベニヤだけなんですよ。物置ですよ。これじゃイノシシ名付けてビルの屋上で歌ったこともありました。寒くてね、氷メガネができた中継もありました。こちら一転して真夏の中継です。ハワイ。こちらもハワイ。キョンキョンもハワイ。今ついにハワイから生放送。本当にいらっしゃいます。初登場をハワイでお迎えになってお気持ちを一つ。もうたまらないですね。ベストテンの中継は盛り上がるんですが、これはすごく盛り上がった稲穂のようなシーンでございます。まあ、中継やると一人か二人必ずひょうきんな方が出てくるんですけど、スタッフにもひょうきんなのがいました。ひょうきんカメラマンで節分を記念しまして、鬼になったりなんかしたカメラマン。すごい飛び入りの女の子が出たのもこの中継でした。宇津井健さんが思わず乗っちゃって歌って握手を入れたというシーンでしたね。これ言ってない。はた迷惑なノリオのカルーセルさんです。あのキョンキョンの場合はね、非常に生まれたまんますぐそのままあの役者に生まれたような感じな。何言ってんだよく分かんないな。悲しくし忘れもしない。これがさっきキョンキョンの言ってた畳滑りのところで歌えなくなっちゃった。ごめんね、怯えてしまったのよ。さて今日はですね、この畳滑りのあんみつ姫の皆さんと私の業界の父に来ていただきます。どうぞ皆さんお越しくださいませ。どうぞお越しください。どうも東さんもどうもありがとうございます。うまいもんですね。あ、どうぞ久米さんどうぞ。ありがとう、その説はありがとうございました。どうもありがとうございます。久米明さんです。どうぞ。ちょっとおかしいもんですね。どうぞお座りください。こちら、はい、どうぞどうぞ。いや大丈夫か、顔が青ざめてますけど大丈夫ですか。東さんどうぞこちらちょっとやってください。ちょっとお話を、あの皆様ようこそおいでくださいました。あのこの前 の, あの中継の時の様子覚えてらっしゃいますか。ええ、あの時ね、なんかやかましくてね、なんか失礼しちゃったような気がして、みんなでも騒ぐだけ騒いじゃってね、なんだろうなと思ってましたけど、私止めたんですけど、ついうっかり乗っちゃって、なんだよ、変なの出てきて、この。あ、どうも。青いトリオスです。出たって。嫌な予感。嫌な予感。なんだその松ぼっくりみたいな頭して。このジジイ、何やってるの。ジジイ。死んだかと思った、俺。こっちが武藤さんでしょ。私の話してんじゃないんだ、この。誰なの。全然関係ないんだ。南信介さんがなんで来てんのかなと思って。笑点かと思って呼んじゃったんです。ナンセンストリオの前田凛さん、はい、どうしました。この方はお願いした。どうも申し遅れました。これお願いしてません。黒田のチェルコです。この方お願いしてません、はい、急にいらっしゃっちゃった。台風ですね、この年末に結構。もうね、あのテレビ見てましていたたまれなくなっちゃって。あのちょっとごめんなさい、あのこちらの方にインタビューしてよろしいですか。お笑い3人組ですか。いや、こちらの久米さんに庄司太郎さんがなんで来てるか。
久米さんは、あの久米さんはあのこの前あのこちらのひろしさんがあのいらっしゃるなときに司会をしていただきましたけど、周りの方の反応はいかがでしたか、あの日のおやりになった後で。周りでね、みんなびっくりしてましたよよくあんなことやったって言って、なんで引っ張ってご自分としてはおやりになってみていかがでしたか。大変ですね、もう参りました。いやいや、とんでもないです。また今度よろしくお願いしたいと思います。なんか、またぜひ、ね、ちょうど夏でしたから、ね、まあ、夏の夜の夢が終わったみたいな気がしました。余裕ちょっと後ろなめくじみたいにやんないでもらう塩かけると大丈夫それでじゃあいよいよあのビートたけしさん、ようこそおいでくださいました。これから何をこちらでしてくださろうと思って今いらしてくださったわけですか。一応、NG 評論家としてですね、やってきたんですけど。じゃあ見ていただけますか。それでは名言、失言、失礼集などと言われて、こんな失礼なことをこの番組やっております。しかも一番伸びにくい横の髪が随分長いんですけど、何か特別に伸ばす方法はあるんですかというお便りです。いや特別にないですけどもね。でもなんかスケベな人は早く伸びるとかいう話を聞きまして。そうなの。いえスケベじゃないと思うんですけど、周りの人がこの伸び方はきっとスケベだって言います。あなたもそう思ってらっしゃいます。最近そうかなと思って。どうぞ。ドロ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 出てきやがって邪魔なんだよ。なるほど。何ですか。あのおじさんは司会だよ。おじさんこんなとこ来ちゃいけないでしょ。カマキリみたいな頭しやがって。カマキリのケンさんとこちらの原坊さんはですね、あのニースマとしていよいよ、ね、方はファンクラブの方、結婚後初めてのお正月を迎えます。ファンクラブの方じゃない。私もあのかまぼこちょんちょんって感じ。どこでお正月は。伊藤元子さんかと思いました今みたいな。何ですかこれは一体。株ですかこれは。ほら、小柳町。何ですか。みんな。美穂人の前張りじゃないんですけど。ちょっとくださいそれは。どなたかな。ドーン。あれ。おめでとう高森さん。池田先生だ。なーにこんなとこ出てんの。あのちゃんとお渡しいたしましたんで。じゃあ。皆様に1位に輝きますとなんか裕福そうに見えますけども、みんな本当に気持ちいい暮らししてるんです。本当です、はい、これ本当なんですなんか本当みたいですね。どういう方がこの方の嫁さんにはいいと。あなたはそうですね、気が多そうですからまだ無理なんじゃないですか。結婚は無理だ方がいいんじゃないですか。派手な方。え派手な方。派手な方だって。大木さんは一見地味に見えるけどすごい派手なんですねそうなんですか。それより目立とうとしてますね。あなたは他のアイドルの方たちが自分をどう見るか気になりますか。いや、全然思ったこともないし、気にしたこともないですね。どうしました。ナンバーワンだからです、彼らに自分の稼ぎを全部捉えちゃうんじゃないかという不安がこの夢に現れたんじゃないかと、外林教授はおっしゃってらっしゃいます。それも嘘じゃないですか。この人本当に頭いいんですかちょっと待ってください。あのバンド、グザグッドバイト、それで、はい、よっちゃんについてどんな風ですか。すごいいいバンドじゃないかなと思いますけど、これが最初で最後の別戦なんで、もう精一杯頑張ってます。この歌なんですか、海部さん。なんでそんな焦ってるんですか。だって久しぶりだもん、ベストで。もっと話させてください。確定です。どうぞ。もうですか。はい少しでも久しぶりなんて映りたいっていうことでございます。お習字は後で。じゃあもし時間があったら少しの後で。お習字はいかがですか、はい、おやりになったことあるんですか。お習字はやったことあるんです僕本当に。ちょっとだけやったことあるんですって、はい、じゃあご用意いただきまして、はいはい、じゃあ触らないで人のものにやるどうも失礼しました。林田さん、吉田文吾さんが泣いてますよ。お人形が壊さないようにちょっとお願いします。いや、かわいい。赤い。困ったもんでございました。まあ、いろいろ失礼なことやってますね。失礼いたします。しかし、人間ご夫婦の人形はあんなことやってるんで。でも、やっぱりマッチは正直ですね。ね、やっぱり最初で最後でしょってやっぱり言った通りになりましたですね。グッドバイ。やっぱり占いの関係もあるでしょうね。それでトシちゃんも私はナンバーワンだからと、あの辺の自信がすごいですね、うん、なんか往年の盆地を見るようですけどね。さてこの後も爆笑場面が続いており、切り餅おすまし関東風、丸餅味噌味関西風、だしはやっぱりあらカツオ丸、日本全国お雑煮に本だしカツオ丸。はーい、右名物。はい、右名物。パン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 。はい、右パッパ、おいしいな。はい、右。パッパッパ。おー、おー、おー、やんやん、this is forever。 おー、おー、おー、さわりたいな、まぶしいな。肌に。潤いあふれてる僕の若肌つや子姫、資生堂サイモンピュア。だからメイクも綺麗です。
ネスは小型高性能、口紅からフォギーパウダーまでコンサイスな形で揃いました。アフターファイブもお忙しいあなたに、資生堂フェアネスのアクティブなメイキャップです。こちらの方は、トドロキさんのスーパーが出なかったらすいませんでした。それで、私もね、なんでここにいるのかよくわかんない。そうなんですね。トドロキさんってびっくり新記録かと思いましたね。なんでこの衣装を着てるのかもわからない。三浦浩一選手。着てないとこのまま出て飛び出てきって言われたんだよね。で出てきたんだけども、要は満足だと。この格好で実際に行けて出てきただけというバカバカしさでございました。さて、それではザ・ベスト10の1年の反省に戻りましょう。ハプニング集でございます。歌の間違いもかなり多かったんですけれどもね、まずは渡辺徹君が歌を出忘れるというシーンからご覧いただきましょう。この後でございます。腹は出てるんですけどね、腹は出てるけど歌が出られないと珍しいですよね。早見優さんのハプニングをまとめてお送りしたいと思います。歌が声が裏声ちゃった裏返っちゃったのいっぱいありましたね。まずこれです。友よさん、エチソーが多かったんです。裏返っちゃうの。さんが感想に間違えて歌い出そうとするところをご覧ください。ごまかすのがうまいんですよね。やばしちゃんもやってるんですよ。そんな人でやってます。ひろしさんが歌詞めちゃくちゃになるところです。遊ばれてるのか、かわいそうだぜ。転んだ人も随分いましてね、これはバスがカーブしたもんですからね。もう転んでるというか、本当の下目で危なかった方も加山さん。歌う前にバランス失ったりはこれでございます。この時は皆さん覚えてらっしゃいませんが、本当の雪をバックで運びましてね、ところが皆さん雪の上で普通の靴を履いてたんで収拾がつかなくなったという。ご注目ください。フラフープがほとんどできない、こんな下手なの前に出すなというシーンです。さて、これ矢印の方、白い靴履いてます。ご注目ください。白い靴2つ履いてますね。はい、左手ボンタボンタ、本人も笑いながら踊り続ける。ブーツにご注目、片っ端履く時間ありませんでした。うそみさん。原由子さんがムキムキマンのあまりの表現ぶりに歌えなくなるというシーンです。さあ、渋谷北一番右側マイクロフォンが角絡んでおります。この絡んでるのを何とか直さなきゃいけないってんでね、映ってるとは知らないと直してる方がいらっしゃいます。ご覧ください。マイク落としましたね。この歌はマイク落とすの多かったようですね。何回も落としてしまいます。今週第5位です。さあ、どこ落とすかな。アラブ渋谷隊の皆さんあの恋は言うな。今週第9位の初登場渋谷隊、恋は言うつなみぐいさ。おでこにマイクぶつけた人もいます。頭に風船を動かす人がぶつけたりしております。ちょっと紙吹雪の悲劇をご覧いただきたいと思います。ちょっとお子さんでね、かけ方がちょっとわからなかったというところもございますが、たくさんの紙吹雪、中にはまともに川に顔にかける子もいたりなんかしてね、歌いにくいです。すごいです、後ろがどさっときますよ。どんどん髪が揺れましたね今。ノロです。どんどん怒ってきたんだ。
シーンが忘れられません。一瞬ムッとしますからご覧ください。なんだよという感じになるのか。ゲート壊した人もいましたね。いやチャラにしましたけど、結局着替えが間に合わなかった方もいらっしゃいます。あれ早見さん、あ、どうなったの。地面に上げます。どうしたの。まだ支度できてなかったの。お化粧のなんか道具を持ったまま気持ちが入ってますよ、本当に。おいしい。これがワットドレッシングの嘘です。ノーレッドに昔ありましたけど。ヨマルゴール。はい。はい。それで、今度ですね、はい、夏用のやつを作ります。カレーと納豆と両方ちょっといいですか。納豆カレー。ひどい顔します。先週ご紹介しましたが、見てください。うぃー。登録前、番号にかかりました。番号をお確かめ。本番中のこんなミスもありました。さて、ちょっとお色気のあるものね、見えそうで見えないものをご紹介しましょうか。もうスカートが風で上がるのを必死で聖子ちゃんを押さえてます。でもちらっと見えちゃったのをご紹介しましょう。はっきり見えたのもあります。あゆうちゃんも実はね、ちょっと見えちゃってたのがあったんですね。あゆパンツがもろ見えもございました。いや笑うぞ。実はパンツの中身が見えちゃったシーンもあったんですね。いや、お子さんがベストって何なんですか。あー、おかしい。まんまんなの。なかなか生放送でやるってのは残酷なもんですね。でも今ちょっとちらっと見えたらご自分で手をこうやって叩いて笑ってらっしゃったから。さて、出演者ばっかりが失敗してるわけじゃありませんで、スタッフが画面に顔出しちゃったケースもかなりあったんですね。これも生ですから、どうしてもこの動きが間に合いませんでね、自分では映ってないと思いながら映っちゃったりいろいろあったんですが、スタッフの失敗集を続いてご覧いただきましょう。あちこちスタッフ顔出しております。これはスタッフ顔出さなかったんですが、 ET の手がずっと上がってってね、直子さんと繋がるはずだったんですが、上がらないんですよ、どうしてもね。くす玉の下がりすぎというのもありました。下まで下がってきました。女ベッドのぞいてんじゃないか。なんでなんでこれはスモークの炊きすぎです。これはベスト10多いんですけどね、この時もあの聖子ちゃんの顔がほとんど映らなくなってます。背景やお化け映画。さて劇場中継ドライアイスの炊きすぎです。よくわかんないわけない。前の方のお客さんもっとずらっといるんですけどね。ドライアイスが入っちゃってるんですよね。さてマッチですが、額から汗を流すはずが大失敗。本当は額からタラッとくるはずがこうなってしまいました。メカニズムの失敗でございます。鳥が落ちてくるはずだったんですが、なんか雑巾みたいなものを落ちてきちゃいましてね。コントだよ。宇宙遊泳するはずだったのがチューブラリーになっちゃって、この時はお叱りのお電話たくさんいただきまして、その説は申し訳ございませんでした。続いて演出意図の間違いでございます。これはタンスを担いだら盛り上がるはずでしたが、実は盛り上がらないのでスタジオが静まり返ったという例でございます。岡さんの特技なんです、タンス担ぎが。この時一瞬シーンとして異様でしたね。なんだか全然わかんないでしょ。全然わかんない。頑張るんでしょ。でも本当にこの中にどうしたがいるの。どうぞどうぞ。じゃあ皆さん、じゃあわかりませんけど、今日はどなたが本物でしょうか。さあ今週第4位です、田原敏子さんにお願いします。4人いらっしゃいますが、ピエロ、これも演出意図の間違いでございまして、歌い出すんで誰が本物かすぐ分かっちゃうというたまかしい例でございます。ヨミさん埼玉県、カメラマンの失敗も多かったんですよね。もう全然どこ撮ってるのか分かんなくなりました。カメラマンが転んだ例をご覧いただきましょう。来ました。で転んで開き直りましたね、このカメラマンは。もうどうなってもいいっていうんでね、モロに映るところから撮ることにしたんですね、このカメラマンは。もう見えちゃっていいっていうわけだ。開き直るその態度が気に入らないのよ。最悪のカメラマンご紹介しましょう。 TBS のおかけうまこうです。引き込み方がいいでしょ。同じ人がどうか知りませんが、右の方から出てきますから見てくださいね。出てきてね、あ、映るよなんて。あ、どうしよう、じゃあこっち撮ろうか、ここもダメか、じゃあ下がるか、よくわからない。さて音声さんが倒れたシンバルを映ってないと思って一生懸命直したよ。美術さんも随分出ちゃいましてね、本人は映ってないつもりです。堂々としてますね。画面の右下ご注目、セットチェンジが忙しくて美術さんが草履を置き忘れてます。ほら、あそこに草履があるんです。今取りに行きますから見ててくださいね。取りに来るんです、草履を。さてこれはがきで指摘されました、手前に車があります。車の中ご注目、気持ち悪いんです、指がある。
ってまた美術さんが階段の下にいますからいいですか、映ってないつもりです、本人は映ってますよ足が映ってる今の雪が降っておりましたもんですから後ろ の, あのバンドの方立たないでください、バンドの方が次そうなんよ、我慢してきました、通りましたね、いろんな人がね今前ずらっと人が通ったけどありがとう、綺麗ありがとうございますライオンの前まで人が通ります、びっくりしてしまいます、ぶつかりながら通る例でございます、第8位さあ、私がまた生徒さんが8位さて、堂々と通る例でございます、改札口で歌ってますが中継には関係なく切符を買って記者に乗る人がいらっしゃいますのでご覧ください今切符買ってます、俺には関係ないという方でございます、ベスト10が何だという感じでございましてね俺は旅出るんだというさて6週連続第1位ということ で, ですね、この秋菜ちゃん堂々と前を通ってる人がいるんで、前女の子が通っておりますそうですか、もう一部分が前を通っておりますが、浦井さんちょっとご意見を、そうですね、秋菜さんの歌のスタンバイよろしいですか、ちょっとお伺いして、秋菜さんのどういうところがいいですか、後ろに隠れてる男見ますね、気をつけます、楽しんで帰っていただけたらいいなと思います、見てください、あのこれもどうも映ってますよ、映ってますよ、ほら引っ込めよ、映ってますいいですか、入ってきます、入ってきます、あ、映ってるから、まずいか、どうしよう、どうしよう、戻ろうかまた通りましたね、今のはどうも臭いですね、わざとらしくありません、今のはやらせです、受けようと言っているダメですね、あれはやらせでしょう、ステップがつまずいてましたね、今上がりまくった歩き方で入ろうと思うと早すぎるのね、不思議なもんで、だって走り方がね、足と手が一緒だったんですよ、今あれは上がってる証拠ですね、今のはじゃあ、電気的に言って早すぎるね、横通るの、あの思わず入っちゃうときってのはもっとゆっくり入るんですね、でもあの TBS ベスト10はいいですけどね、あのスタッフの中であの回復ってのいましてね、これが映ったら大変なことになりますよ、これはもう惑星直列みたいなやつ過去にいろんな番組を潰してるんですから笑ってポンね、トトキがホットスタジオね、テレビジョーカーズショーね、クラマーテングとね、低視聴率男とやってましたよね、ポカッとあのずいぶん長いことあの耳に声をつけて映ってましたね、あのダメなフロアに限ってでかい声がでかいんですね、声がお笑い番組で、お笑い番組で、はい笑ってくださいって笑わないダメ、うるさいんです、これやばいってうるさいんです、6、7、8って増えた人もいましたけどね、あの白井亮さんって増えちゃったというね、そう6、7、8ってタレントがつまずいたというのはあでもさ、私と久米さんがちょっと時間がないとね、海部さんの候補にやるのね、ダメっていう印、それでも私と久米さんが歌歌歌そういうのに限ってはポケットにベスト10で台本持って喫茶店かなんか行ってやたら女引っ掛けてるんですね、臭いんですやることが、わざとカウンターに台本置いてね、読んだりなんかする、そんな読む必要もないんで落としたいんです、あ、ベスト10の台本かなって言ったりしょうがないんです、偽の電話かけて、あ、桃江ちゃんとか言ったりなんかするそういうの決めなタイプですね、あいつは、違う、そんなことないと思いますよ残雑な身だとしたら次行ってよろしいでしょうか、あ、言ってください、さて今度は歌手の特技噂のカップル編、今度は噂のカップル編が出てきますから大変ですけど、特技並びに噂のカップル編にお知らせなどいきたいと思います、はい、ティアラのシャンプー、柔らかい髪、硬い髪、傷んだ髪、健康な髪、フケでお困りの方にもと、いろいろな髪のことを考えた結果、シャンプーだけでも6種類になってしまいました。お選びください、あなたの髪に最もふさわしいティアラ。森にいると人も自然に近づくようだ。みんなの気分が和らいでくる。コーヒーはマキシム。AGF。ゾウさん、キュウリ食べますか？食べます。はい、どうぞ。マヨネーズいりますか？いります。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい、それじゃあ美味しかったら一回回ってみてくださいな。はい、ゾウさん、こんにちは。味の素マヨネーズ、マイルドです。NG 評論家のたけしさん、よろしくお願いします。この後は特技、まあ、あの今のタレントさん特技が歌だってところもありますけどね、西条さんお得意なさて、まずはですね、特技編、これオープニングに使われているのは、西条秀樹さんの一円玉棒高跳びでございます。今度は野口さんの鼻の上、これハンカチなんですよ、これ薬丸くんの鼻の頭を舌で舐めるという、蛇だね、これは。
マムシ指というのをご覧いただきましょう。腹坊主ガッツガッツちょっと猿腕っていうのもありました。猿後ろの水じゃ話もできる。びっくりしました。猿腕これは本当にすごいです。風見慎吾君です。ありゃ僕のね、そのよく見てマイケル・ジャクソンがねやってて後ろに行ってるんだけど前に歩ってるみたいな。お静かにお願いします。有名な顎鳴らし。これも有名になりましたね。タンスカツすごい。それじゃあ心臓の音、うん、いきます。うまいです。馬が走るとこ、これも結構また一つ。これもまあまあですね。セラ君です。きらめく風が出してるから思うだけですよ。いきますね。似てるんです。本当に健介でございます。なんてモノマネ。千正さんは全然似てないやつ。今度国際結婚ですごく疲れんだから。じゃあ黒柳さんと田原俊彦君も。田原さん、それじゃお願いします。だけだけ君だけ好き。シャワーしようよ。ありがとうございます。あとは八郎さんの真似でしょ今の。運転手は君だ。車掌は僕だ。じゃ一番ひどいやつ、この映画は1983年の。これ芦屋雁之助さんですよ。これじゃあ芝居にお会いしましょう。斉藤さんです。私の場合自分のモノマネしたという珍しい結果があると思います。似てなかったというね。これが自分のモノマネなんですね。なんか似てなかったらどうするんだろう。これなんかすごいですね。これがもうあの自分のモノマネってすごいでしょ。自分のモノマネが似てないってのも悲惨ですね。しかしね、しかしまあいろんな人はあの特技って言いましたら、トシちゃんなんかいいですよね。マイケル・ジャクソンなんて言うんですけどね。しかし演歌の人は貧乏くさいですね。顎の音だって情けないですね。片っぽ踊りかダンスが過ぎた。ダンスが過ぎた。昔アルバイトやってたそのままじゃないね。情けないですね。しょうがねえな。今もっと余裕がなきゃ。よくわからないですよ。特技でもなんでもないですよ。お家でもお家は家具屋さん。昔の貧乏だったら表してるだけだという情けない。なんですか、加山さんの。あのごくんごくん。大川さんちはお家が家具屋さん。大川さんお家が家具屋さんですか。ただ子供じゃない、だから修行しただけじゃないんですよ。要するに全然特技習ったとかそういうもんじゃない。あれ強制的にやらされただけですもん。しかしあのモノマネってのはひどいですね。大鳥圭介でございますって、さあ誰でしょうって言ったら分かんないですよ、あれね。大鳥圭介でございますって言ってるのに分からないというね、あのすごいでか、あの、ね、雑誌で片守りのモノマネってのもね、まあ、でもあなたはさっきご自分であのこうズボン脱いでらっしゃるお姿ご覧になって感動しましたね。TBS のザ・ベストテン史上最高は初めてでしょうね、ケツ出したって。でも本当のこと言って奥さんはとってもなんかびっくりなさったんですって。見てらっしゃって上地さんは生中継の後すぐ電話かかってきましたね。どうしたんだって、大丈夫かって言われてましたね。なんか発狂したんじゃないかというね、珍しいケースです。しかしこの手を合わせるとなんだかよくわかりませんね。あれもね、猿腕でもあれね、男の人にはまずないんですあんまり。あ、そうですか。うん、女の子は割とできるらしい。できる人多いんですよね、うん、できる人多い。猿腕ってのもなんだかね。さて、できます。私腕曲がってるけどできない。ベスト10、歌詞の間にいろいろロマンスが生まれましたんで、いよいよ竹さんの本領発揮でロマンス編、噂のカップル編です。結婚後寝室はどちらがいい。布団ベッド。結婚後布団。別々でも結婚式は挙げる。いいえ、はい、これ、はい、さあ、じゃーん。今野美佐子さん、今野美佐子さんが二人のことで一番真っ赤な時に溢れてさ。あら、お手手つないで。お手手つないでいらっしゃい。やっくんはちえみちゃんととっても仲がいいそうですが、本当ですか。もっくんはいつもあきなちゃんのことを熱い眼差しで見つめているんですけれど、本当はあきなちゃんのことが好きなんですか。こういう非常に率直なお便りでございます。もっくんが付き合ってるのはキョンキョンだったのは本当ですかと。嘘です。ひょっこちゃんと野村よしおさんとの仲はどのようになってるんですか。どのようにもなってなくて、まあ仲はいいですけども。風見慎吾くんとできてるとか怪しいとかいう話がありますが。え、同じ事務所ですから仲いいです。早見さんと風見さんとお揃いで、まあ、ご夫婦と言ってもね、いいような感じでございますけど。嫌なのそんなに。どこどこいいですか。あの全身がいいですね。例えば今日の髪型なんかいいんじゃないですか。歩くとパッパッするとこなんかいいですか。あ、いいですね。美味しいです。美味しい。本当によかったですよ、あなたのおかげで。美味しい。聖子さんのキスシーンにお便りいただきましたね。相手がトシちゃんだったらよかったのにってのたくさんあったんですけど、いやそれはちょっと相手が違うんじゃないかなって。相手って誰のこと。いやそんなこと誰ってことないんですけど。さて、松田聖子さん一時初老の男性に夢中になったりなんかしましてね、遠藤周作先生でいらっしゃいます。でもやはり中年ぐらいがいいって言うんで高畑さんの方に行って、これが原因だったって話もあります。でもやっぱり似合いの方がいいというんで中井君のところに最後に。中井さん、
はい、桃江さんと、はい、それから友和さんのあのコンビとあなた方のコンビをよく比べて皆さんおっしゃいますけれど、はい、あんな風になるだろうと思いですか。それ以上になるんじゃないかと思います。よろしいんですか、そんな聖子さん、聖子さん、はい、今のご発言に対してあなたはどういうお気持ちですか。そうですね、やっぱり私もそれ以上になると思うのがあります。さて皆さんいろいろ発言があったんですけどね、今の発言全部まとめて図にしてございますんでご覧になりますか。先生すごいで美女みたいですね。まとめたのはこの新鮮という雑誌みたいです、この人でございまして、こういう風になってます。これ、ま、赤ポッチはね否定されたね。あ、ダメ、元木君から京子ちゃんに、京子ちゃんがノーから違うって言ったの。名前が元木ってのがいまいちですね、名前がね。元木、野村芳雄が好きだったのは分かりますけどね、絶対逆はないでしょうね、単なるお笑いタレントですからね、はい、これはダメですね。よっちゃんのことそう辛く当たるの。いや、よっちゃんは漢字が読めるってだけですごいんですね、はい。すごいですから、バスエをバマツと読んでしまったというね、たけしさん独自た漫談すごいですねって言われたという驚きました。あの時は見ましたよね、独自た漫談すごいですね、独自だと読んでしまったという独自た